今回は穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒。全部で15問です。1問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。野山、もやし。真ん中の文字は、やになります。2問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。半紙、散歩。真ん中の文字は、ん、になります。3問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。五線、化石。真ん中の文字は、背になります。4問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。倉庫、用事。真ん中の文字は、うになります。5問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。狙い、白髪。真ん中の文字は、らになります。6問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。人よ、大人。真ん中の文字は、とうになります。7問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。おなら、砂場。真ん中の文字は、なになります。8問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。知識、虫歯。真ん中の文字は、死になります。9問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。クラゲ、未来。真ん中の文字は、らになります。10問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。
答えです。若葉、怒り、真ん中の文字はかになります。11問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。いかだ、仕掛け、真ん中の文字はかになります。12問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。洋画、通話、真ん中の文字はうになります。13問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。支度、期待、真ん中の文字はたになります。14問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。模型、不景、真ん中の文字はけになります。15問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。わさび、模索、真ん中の文字はさになります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。ではまた次のクイズで会いましょう。